こんにちは、リリナナです。前回ご紹介させていただいたモチーフを使ってバッグを編んでみました。周りの部分がエコアンダリア。で、モチーフの部分がセリアさんのニューエンジェルコットンを使っています。で、少し手間がかかるかなと思うんですけども、編み上がりはきっと達成感があったり、可愛くできるかなと思うので、もしよかったら編んでみてください。はい、では材料です。今回は浜中さんのエコアンダリアからナンバー23番を使用していきます。こちらはレーヨンが 100% 40g 約 80m、 塩かぎ針が5号から7号、長編みの標準ゲージが17目6段となっています。かぎ針は6号針の 3.5 ミリを使用していきます。で、あとは前回ご紹介させていただいたモチーフ。このモチーフを12枚使っていきます。で、このモチーフはセリアさんのニューエンジェルコットン。カラーナンバー1番を使って、かぎ針は4号針で編みました。で、大体1玉でモチーフが5枚から 5.5 枚編めるかなと思います。なのでエンジェルコットンが 2.5 から3玉ぐらい、まあ、3玉あれば安心して編めるかなと思います。で、モチーフがだいたい7センチ角ぐらいになっています。7センチから 7.5 センチぐらいがいいかなと思うんですけども、やっぱりエコアンダリアも人によって結構大きくなってしまったりする方もいらっしゃるかなと思います。ゲージが書いてあると思うので、もしエコアンダリアで編んですごく大きくなってしまうなという方は、かぎ針を5号とかでちょっと小さくしたりとか、あとはちょっときつめに編んでいただけるといいかなと思います。で、モチーフももし大きくなってしまうなという方は3号針とかでちょっと調節をしたりとか、あとはアイロンかける際に少し伸ばし気味でアイロンをかけてあげるといいかなと思います。で、結構サイズが変わってきてしまうと、今回のバッグは穴を開けて、で、そこにモチーフをこう入れて縫い付けるという形になるので、なるべくゲージを揃えていただいて、で、最後にモチーフを縫い付けるんですけども、その時にアイロンをかけていただくと結構ピシッとするので、もうあからさまに大きさが違うっていう感じでなければ編めるかなと思います。やっぱり手加減によって変わってきてしまうと思うので、針の号数でちょっと大きさなどをゲージなどを調節をしてみてください。では底の部分を編んでいきます。一度キュッと引き締めて、ここから作り目鎖編み35目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、はい、鎖編み35目編んできました。では次は細編みを編んでいきます。鎖一目で立ち上がって編み地を返して裏山に細編みを編みます。上から数えて2目目の裏山から細編みを一目ずつ編んでいきます。はい、最後の目まで編んできました。で、これで1段目が編めました。で、次からは往復編みで編んでいきます。このまま鎖1目で立ち上がって編み地をひっくり返します。往復編みで編むので、またこちらから裏目を見ながら編んでいきます。細編みの頭に細編みを1目ずつ、この部分を編んでいきます。で、こんな感じでどんどん往復編みで編んでいきます。端まで来たらまた鎖一目で立ち上がって編み地を返して細編みで、だいたい1段編んで 18.5 センチから19センチぐらいになっています。で、今回はゲージが結構大切になってきます。
モチーフが7センチ角のものになるんですけども、エコアンダリアで7センチの中に何目何段入っているかをできればゲージを取っていただきたいなと思うんですけど、私の場合は7センチの中に6号針で編んで、でスチームをかけた後なんですけども、14目14段になりました。で、例えば余っているエコアンダリアなどがあれば、まあ、一番いいんですけども、それで6号針でだいたい20目20段ぐらい編んでいただいて、その中で7センチ7センチが何目何段になっているかを確認していただけたらなと思います。で、その時にできればスチームなどをかけて編み地を整えてからゲージを測ってあげた方が、結構エコアンダリアってこうくにゃくにゃっとなってしまうので、そちらの方がしっかり測れるかなと思うんですけども、で、例えば7センチの中に14目ではなく、まあ、16目17目と多く入っていた場合は目が小さいということなので、針の号数を大きく7号針とかで編んで調節をしてみてください。まあ、多少のズレだったら、まあ、スチームなどをかけてちょっと伸ばしてあげたりすると多少ごまかしも効くんですけども、まあ、なるべく揃えるようにしていただけたらなと思います。その方が歪みなく綺麗に仕上がると思うので、ちょっと手間なんですけども頑張って編んでみてください。では往復編みで底の部分を上に書いてある段数まで編んでいきます。はい、19段まで編んできました。19段まで編んで、まだスチームをかけていないんですけども、だいたい横が18センチぐらい、こちらの短い方がだいたい10センチぐらいになっています。で、次は20段目。20段目では周りの部分を編んでいきます。鎖一目で立ち上がって編み地をひっくり返します。まずは1目目に細編みを2目編んでいきます。細編み2目編んだら、最初の目がわからなくなりそうな方はマーカーをつけておいてください。次の目から細編みを1目ずつ、一番最後でまた増やしていくので、その手前まで編んでいきます。はい、細編みを一番最後の手前の目まで編んできました。で、そしたら一番最後の目に細編みを3目編んでいきます。1、同じ目に2で、また同じ目3。次はこちらの部分に細編みを編んでいきます。このまま編み地を縦にして、で、今細編み3目入れた角のすぐ左側のこのちょっと長く足が出ているところがあります。この部分ですね。この細編みの足の部分を割って、で、細編みを1目、で、次はこの足が入っている隣の穴、左隣の穴に細編みを1目、で、これで2目目。全部で18目編んでいきたいので、1目ずつずらしながら、1段ずつずらしながら編んでいきます。で、次は足を割る感じですね。足を割る穴のところという感じで18目編んでいきます。次は穴、次はすぐ隣のこの足があるところを割ります。で、穴と18目細編みは見ます。はい、細編みを18目編んできました。
もし18目入れられないなという方は、どこかで2目増やしてしまっても大丈夫なので18目編んでみてください。でそしたらこのまま角の部分に細編みを3目編んでいきます。18目目細編みを編んだら、今度は作り目の部分、鎖編みで作り目をしたところの一番端の部分に針を入れて細編みを3目、細編み3目編んだら、また1目ずつ作り目のところに細編みを33目編んでいきます。ちょっと作り目の部分は針が入りにくいかもしれないんですけども、ゆっくり編んでみてください。一番最後の手前まで細編みを入れると33目になるので、一番最後の手前まで細編みを編んでいきます。はい、細編みを33目編んできました。で最後1目残っています。一番最後に細編みを3目、1、2、3、糸端は編みくるみながら編んじゃいます。で次はこの部分ですね、にまた1目ずつ細編みを編んでいきます。全部で19目編むんですけども、まずは18目細編みを編んでいきます。今作り目の部分に細編みを3目編みました。でその左側、ここにこうピッピッと長く割れそうな感じの部分があります。ここに針を入れて足を割る感じで、できれば2本取った方が安心かなと思います。糸端は編みくるみながら細編み、次はすぐ左隣のこの穴の部分、ここに細編みで、これで2目で、今度は足を割って3目、この穴の部分という感じで18目細編みを編んでいきます。はい、細編みを18目編んできました。細編み18目編んだら、一番最後、最初に細編み2目編んだところがあります。2目しか入れていないので、同じ目に針を入れてもう1目編んであげます。でその前にもし18目入ってなかったら、どこか増やしても大丈夫なので18目細編みを編んでください。で最初と同じ目に針を入れて、で細編みを1目、で最初の目に針を入れて引き抜きます。でこれで20段目が編めました。でこの時点でちょっと歪みなど気になる方はスチームなどを当てて編み地を整えておいてください。ではスチームをかけてきました。で先ほど言い忘れてしまったんですけども、20段目1周が114目になっています。で心配な方は一度数えていただいて、でもし114目になっていない場合はちょっと目が狂ってしまうので、どこか増やしたり、ここが何目、ここが何目っていうのが書いてあったと思うので、どこかでこう増やして調節をしてみてください。では次は21段目、21段目から側面を編んでいくんですけども、ちょっと面倒なんですけども、今回は往復編みで編んでいきます。往復編みが苦手な方はマーカーをつけながら編んであげると結構楽に編めると思います。ではまずは往復編みが苦手な方は、この一番最後の目、引き抜いた隣の目ですね、一番最後に編んだ細編みの頭で、あとは引き抜いた目、一目目の部分ですね、ここにマーカーをつけておきます。
結構最初の目と最後の目どこまで編んでいいのかがわからないっていうのが、お深みでこうわけわかんなくなってしまったり目が狂ってしまったりする部分だと思うので、最初と最後にマーカーをつけてあげると、あとは一目ずつ拾いながら編むだけなので楽かなと思います。このまま鎖一目で立ち上がって、で編み地を返して裏を見ながら編んでいきます。でそしたら左側にあるマーカーの部分から編み始めます。目はひっくり返す前、一番最後に編んだ細編みの部分になります。マーカーをつけておいたところに針を入れて、で細編みで、この細編みの頭も結構わからなくなってしまったりするので、わかる方は全然大丈夫なんですけども、心配な方はマーカーをつけてあげてください。立ち上がりの部分が結構斜めになっているので、最初の目とこう区別がつかなくなってしまったりする場合があるかなと思います。でそしたら一目ずつ細編みを編んで、このマーカーの手前まで細編みを編んでいきます。はい、ぐるっとマーカーの手前まで細編みを編んできました。でそしたら一番最後のマーカーを外して細編みを編みます。でここが一番最後の目ですね。で心配な方は最後の目にまたマーカーをつけておいてください。で最初の目のマーカーに引き抜きます。こう見るとちょっとわからなくなってしまうので、マーカーをつけた方が編みやすいかもしれないですね。でまた引き抜いた目にマーカーをつけておきます。でこれで21段目が編めました。で次からは21段目の繰り返しになります。このまま鎖一目で立ち上がって、で編み地をひっくり返します。左側についているマーカーの部分、一番最後に編んだ細編みの頭、ここからまた細編み、で最初の目が心配な方はマーカーをつけておいてください。でまた一目ずつ細編みを編んで、でマーカーのところまで細編みを編んだら、左側のマーカーで引き抜く、でまた鎖一目で立ち上がって編み地を返すという感じで大深編みで編んでいきます。では大深編みで側面を上に書いてある段数までしばらく編んでいきます。はい、25段まで編んできました。25段まで編んで、だいたい側面3センチぐらい編んでいます。で次は今まで編んでいた糸をカットします。このまま切ってしまって、でそしたら糸を抜いておきます。で次からモチーフをこう後から縫い付けるんですけども、そのために穴を開けながらエコアンダリアを編んでいきます。でまずは印をつけておきます。で糸をカットした、ここが一番最初の目で、こっちが最後の目になります。で最後の目の隣2目隣にまずはマーカーをつけておきます。でそしたらマーカーから数えて5目目にまたマーカーをつけます。左隣 1,2,3,4,5。 1目目から数えて3目目のところですね。これで間が5目あります。でここにエコアンダリアでちょっと細いものを編んでいきたいんですけども、今度はモチーフの穴を作るので14目開かせていきます。マーカーの隣の目から数えて14目開かせます。マーカーの隣、
2、4、6矢の音2、414目開かせて15目目にマーカーをつけておきます。マーカーの隣から隣までが14目、でまたマーカーから5目数えてマーカーをつけておきます。マーカーから 1、2、3、4、5 5目目にマーカー、で今度はマーカーの隣から14目、マーカーを含めずに隣の目から 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14目目を飛ばして15目目にマーカーをつけます。でまたマーカーから5目、1、2、3、4、5、で今度は横の部分14目飛ばします。マーカーの隣から数えて14目飛ばして15目目にマーカーをつけます。マーカーの隣から 2、4、6 矢の音2、4 15目目にマーカー、マーカーから数えて 1、2、3、4、5 5目目にマーカー、でまたマーカーの隣から数えて14目開かせて15目目にマーカーをつけます。マーカーの隣から 2、4、6 矢の音2、4 15目目にマーカー、マーカーから5目、1、2、3、4 5目目にマーカー、でまたマーカーの隣から14目開かして15目目にマーカー、2、4、6矢の音2、415目目にマーカー、マーカーから5目目にマーカー、マーカーから数えて1、2、3、4、5、で最後14目残っているか確認をしておいてください。マーカーの隣から2、4、6矢の音2、4、でこれでぴったり全部で114目になっています。でそしたら、まあ、どこから編んでも大丈夫なんですけども、まずは、まあ、最後糸をカットしたところから編みたいと思います。で今までこう見て編んできたので、今度は往復編みなので後ろを見ながら往復編みで編んでいきます。マーカーからマーカーまで5目で往復編みをします。マーカーを外して針を入れて、で新しい糸をつけて、で一度キュッと止めておきます。でここから細編み5目、1で糸端は編みくるんでしまいます。2、3で4、5ですね。で5目編んだらまた鎖1目で立ち上がって、でこのまま編み地を返して、で往復編みで細編み1、2、3、4、5という感じで、上に書いてある段数まで一番最初糸をつけたところ、裏から編んだところが1段目という感じで書いてあると思うので、そこから 1、2 で数えながら編んでみてください。では5目を往復編みでしばらく編んでいきます。はい、13段まで編んできました。13段まで編んだらこのまま糸をカットします。
糸をカットして、で抜いておきます。で13段まで編んだら、今度はすべての部分に13段までお深みで細編みをします。でこっちが内側になるんですけど、内側と外側という感じで編んでいくんですけども、20段目を見た時に、20段目は一番周りの部分ですね、そこの部分お深編みを編んで、で角を作りながらぐるっと周りを編んできた時に、表になっている方、長い部分で見るとちょっと分かりにくいので、この短い部分を見た時に、こっちがこう往復編みで編んでいます。でここからまたぐるぐる往復編みで編んだんですけども、ここが表になっている方ですね。後ろ側を見ると、こっちが裏になります。こっちが往復編みの底の部分で、こっちからぐる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 往復編みで編んだので、ここが裏にな、裏目になっている方ですね。この足があって、横にピッとあるのが裏目になります。なので裏目が20段目で見えている方が裏、20段目で表目になっている方が表という感じで編んでいきます。でここの5目分を裏から全部揃えるようにですね、これもこちらからずっと往復編みで編んでいるので、下の段とは逆になるように、下の段こっちから見ると裏になっていますね、こっちから見ると表になっているので、裏からまた5目、まあ、どこから編んでも大丈夫です。新しい糸をつけて、マーカーからマーカーまで針を入れて、糸を手前に出して、一度鎖でキュッと引き締めておいてから、で糸端は編みくるんじゃいます。ここから5目拾って、マーカーまで、で鎖一目で立ち上がって、編み地を返してまた5目という感じで、13段まで編んだらカットして、また別のところ13段まで編んだらカットしてという感じで6本作っていきます。ちょっと大変なんですけども、頑張って編んでみてください。